最高の出だしができたんじゃないかなと思います。これが今日の勝利を生んだ最初のスタートダッシュと言っても過言じゃないですね。そうですね。流動的なオフェンスからみんながボールを触ってみんながアタックしてっていうところを作りたいなと思っていたので序盤はすごく良かったなと思いますし、まあ、それができたのもディフェンスが良かったっていうのが大きな要因なので今日は序盤のディフェンスっていうところがポイントだったかなと思います。出だしからすごいいい出だしができてディフェンスでもいいディフェンスすごいできてたしオフェンスもボール回しててみんなでシェアしながらやっぱりそういうところでいいバスケットボールができたので今日はこれからワールドカップで、まあ、そのまま親善試合も何試合もあるんですけど、まあ、この最高の出だしができたんじゃないかなと思います。